はい、おはようございます。おはようございます。今日釣りじゃないんですよ。前回のリールオン当てゲームの罰ゲームですね。外すんですもん。誰私が外す。今まで外しちゃった。持ち主としてはみたいな。恥ずかしい。まあ、罰ゲームありますが、年の瀬っていうことでですね、1年間釣り場お世話になった釣り場、はい、お世話になりましたもん、本当お世話になりました。楽しませていただきましたんで、活動の方をやっていきたいと思います。それではやってまいりましょう。いきますよ。よいしょ。よいしょ。やってまいりました、ね、いつもお世話になってる。そう、釣り場にやってきましたよ。はい、うんこが多いんですよ。ここ猫ちゃんのうんこも入れちゃいますね。持ち帰りするカラカラしてるやつだったらワンちゃんいいですよ。早速やっていきましょう。はい、釣り日和やん。このぐらい、あ、でもいや、結構風吹いとる。忙しい、忙しい、忙しい、忙しい。よくないよね、これ。うわ、ひどい。これ、海に落ちとったな。デュエル、ほら。あ、私たちじゃなかった、もしかして。私たちじゃないよ。ダメよ。お買い上げは嬉しいけど、捨ててね、ちゃんと持って帰ろうね。まあ、一番いいのは出してから釣り場に来ることですよね。いや、それが一番なのよ。あの、買ってすぐ出して、そうそう、車の中で出しちゃえば、捨てないんですよ。あの、釣り具屋さんでも捨ててくれる。捨ててくれる、うん、釣れてるじゃない。あ、あ、あ、ダメよ、冷やしそうめんだね、冷やしそうめん。こういうのもちょっとよくありますよね。メガネ。あ、メガネ落とすんですよ。よくはないです。意外に綺麗かったな。綺麗、めちゃめちゃ綺麗。意識が上がってるかもしれないですね、釣り人も。テレビでもね、こう取り上げられてね。確かに確かに。あら、どうも、どうも、赤ちゃん、ごっつ赤ちゃん。はい、ポイント移動してきました。はい、早速見つけました。ゴミじゃないですね、これは使えるやつですね。バンドゥ、クイジー出てる、出てる、全部出てる。何やってんのよ。イラストやん。回収したやつ全部出したじゃない、今。ダメですよ、本当も。本当ですね。ラーメン食べるのもいいですけどね。美味しいですからね、外のラーメン。美味しいですけど。焼きラーメン美味しいですけど、ダメですからね、こういうことしたら。あ、懐かしい。あ、津田子さんは、津田子さんだけど、これ海に帰りませんから。間違いない。タコはタコでも。タコはタコでも。来るな。甘い、最後の甘いやつ言ったんですよね。疲れた体に、疲れた体に甘いの入れてもろて。チゴジャム&マーガリン美味しいんですよ。わかりますよ。定番が美味しいのはもちろんわかってるんですけど、ですこういうことするダメです。ダメですけど。そうなの。顔があるこれ。これロットなの。もうロットでしょうね。うわ、ほんまや。タチゴワイヤーですね。なんでしょうね。見てください、皆さん、これどうかしてるでしょう。何しに来た今日。邪魔しに来た。これもタチゴ仕様ですよね。プルプルちゃん。あ、はい、イカの生き餌の仕掛けっすよね。わ、塊。うわ、ちょっと待って、エギレじゃないですか、これ。何のエギですかね。何やろう、これ。イカっぽいっすね。ありました、エギ。エギ、あ、エギですね。さっきのさ、エギのゴミもさ、俺ちょっと再生させるけ。マジっすか。はい。できるの、そういうこと。ちょっとやってみます。ドイツから、ドイツから。ドイツから。ドイツからの坂東さん。坂東さん集めていきましょう、じゃあ。あ、そうですか。坂東さん、いります。坂東さん、貯めていきましょう。あ、そうですか。これはサーモンからし明太あえる。サーモンからし明太あえ、明太めちゃめちゃ欲張り。サーモンからし明太あえ。おにぎりもう黒板剥いてポケットに入れとけば。山下スタイル、山下スタイル。よし、そんなことする。はい、ってことでね、はいはい、ちょっと小腹空いたんで、こちら尾形かまぼこ店。これ揚げたてってよ、揚げたて。甘くて塩味とあるけど、どっちがいい。あ、え、全部塩も4枚も。ああ、そうですね。2ずつもらって1枚ください。お願いします。はい、ちょっと外で。そうね、外でとか。どれがどれでしょうね。これ両端だよね。そうでしょうね。色がね、うん、若干色がね。とりあえず甘いの。とりあえずみんな甘い、うん、みんな甘いの。もうなんか昔ながらのですね、いいかまぼこですね。はいはいはい、はい、美味しそうですね。美味しそう。いただきますね。はい、お願いします。熱いですね。熱いです、熱いです。揚げたてだしね。味結構濃いっすよ。あ、ほんと濃いっすよ。しっかりしてる。うん、しっかりしてる味です。マジ。いただきます。食べます。うん、うん、うまい。甘い、うん、本当、うん、野菜も入ってるみたいです。じゃあ塩を。はい、いただきます。うん、なんか塩の方が味が濃く感じます。旨味が。そうなの、うん、これでね、腹ごしらえもしたんで、あと1箇所きれいにして終わりたいと思いますんで。はい、はい、ちょうだいちょうだい、何かをちょうだい。何も見せないでよ。かわいいね。
とね、まあ旅行猫です。はい、なんかもらえると思うと。これ中に入ってるのうざいっすね。ああ、それ、うん、出してから出してました。意味あるわ、猫かわいい。まるまる気持ちがいい、気持ちがいい。立ち怒ってます。数々の伝説を伝説がありましたよ、ね、こういうのに誰かが連れてる、うん、青物が、ゴミがそんなないことに感動しちゃうよ、うんうん、マジ本当それ。はいはいおいで、タイガーやん、タイガー、はい、うん、うん、はい、どうもお疲れ様でした。そんななかったっすね。綺麗だった、うん、綺麗かった。去年もね、したんですよ、マー君と、うんうん、去年もしたんですけど、今年のがない。もう、うん、意識が上がってきてるね、ね、うん、いや、さすがっす、長崎の皆さん、さすがでございます。長崎の宝池ですね、海は。そうです、そうです。はい、ってことで、はいはい、今回罰ゲームっていうことと、まあ、年末なんで、うん、登場しようと。お掃除ですね。すがすがしい気持ちでまた釣りをして、はい、いい超過を上げれればと、はい、皆さん思っていますので、はい、チャンネル登録、高評価、ベルマークお願いしますよ、本当に。心の底から。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。バイ、はい。